真実だけ見つめてほしい。かりそめの僕の隙間からいくつもの愛がこぼれる。鬼滅の刃ステージスタート。さあ皆さんこんにちは。本日はアニメ鬼滅の刃ステージをご視聴いただきありがとうございます。竈門炭治郎役の花江夏樹です。さあアニメジャパン1日目グリーンステージでは鬼滅の刃がラストのステージとなります。最後のステージはこの方々と一緒にお届けできればと思います。はい、皆さんこんにちは。竈門禰豆子役鬼頭あかりです。よろしくお願いします。そしてねえ、少し、ああ、吾妻善逸役下野宏です。よろしくお願いします。そして、カブンども、よくここに来てくれたな。見てくれよ、俺たちの勇姿を。橋場のスケール松岡です。うまい。煉獄教師の役日野里です。よろしくお願いします。ぬるいなぁ。ぬるい。うずい天元役小西克之さんです。どうぞ。はい、よろしくお願いします。家では大きい声を出して練習しています。小西克之です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どうぞ小西さんお座りください。ありがとうございます。ありがとうございます。セリフセリフセリフなんだ。はい、よろしくお願いします。さあということでね、先日発表した PV のね、ちょっと今音楽も少しねかけて、こうぐっとねこの遊郭編の空気、今ねお届けをさせていただきますが、改めて小西さん、はい、今日こうしてね、はい、先日の発表以来お集まりをいただきましたが、はい、その場で発表したPV、はい、第一弾のその映像、まあ、非常にねあの美麗な映像でしたが、はい、改めてあちらご覧になった感想を伺ってもいいですか。いやもう家に帰ってまた見直したりとかもしたんですけども、やっぱめちゃくちゃやっぱ綺麗ですよね。で音楽もいいし、期待をどんどん煽ってきます、あれを見てると。そうですね、はい、本当に美しいですよね。はい、だから早くオンエア見たいなと思って。普段僕にアニメとか見ましたよって言わない親もわざわざ連絡くれて、おでその発表になったっていうことで、でメールが来まして、カバツの刃っていうカバツの刃見たよっていうメールが来て、何それって聞いたら鬼滅の刃でした。読み間違いってことです。うちの親そうなんだよ。打ち間違い、そうなの、そうなの。ちょっといやそういう風に聞こえてるんだと思う。ああなるほど、カバツの刃って。カバツ、でもねちょっと放送に向けてね、そうなんです、ちょっとぜひちょっとアップデートしていただけたらと思います。カバツの刃のうずいさんのサインくださいって言われました。うずいさんお茶目な。ありがとうございます。ちょっと可愛らしいですね、はい。そんなですね、遊郭編、今ねそのまま放送に向けてというようなお話もありましたが、実はですねそのまま放送に向けてね収録の方はスタート、しておりまして、はい、ことについてということで、遊郭編のこのですねトークテーマお話をできればと思います。こちらアフレコ現場でのエピソードということで、はい、そのまあいよいよ、スタートした収録についてということでですね、こちらに関してですね小西さんから、伺ってちょっとアンケートをベースに、はい、トークをお届けをしたいというふうに思いますので、小西さんのアンケートをご覧いただきましょう。こちら演じるにあたってということで、小西さんこちらは、どのような理由で選ばれたんでしょうか。はい、いやもう本当に、前回第1期そして劇場版はですね、ほんの少しだけ登場させていただいて、あんまり皆さんとこう絡んだりとかするシーンがなかったんですよね。うん、だから今回スタジオで皆さんとこう一緒にこうがっつりこう絡めることが非常に楽しいですし、自然となんかこうやっぱり受け継いで皆さんからこう順番にこう受け継いできたものがあるので、まあ、テンションも上がるというか気合も入るというか、はい、まあ、緊張とあとはその楽しもうっていう気持ちで今やってますね。はい、先ほどのトークの中でねこう皆さんのこうキャスト陣の熱量みたいなお話もありましたけれども、はい、小西さんその収録で皆さんとこうご一緒されて、はい、それぞれのこのキャスト陣の熱量みたいなものってやっぱり感じられますか。やっぱり熱量がすごいですね。はい、大きい声大会になってます。そういうとこもありますけど、やっぱり人の生き死にだったりとか思いとかっていうのをすごく丁寧に描いてるじゃないですか。はい、だからやっぱりその
鬼殺隊のみんなもそうだし、だからその熱量というか、なんかこう魂、熱量っていうか、なんか魂をすごくこう飛ばしてたりとかぶつけてきたりとかするので、なんかアフレコするのはすごく楽しいですね。ありがとうございます、はい、でもまあそうしたね、その叫ぶっていうことでいうとね、まあそれぞれありますけれども、はい、例えばあの下野さん、はい、そのまあ久々のね、そのアフレコということで、その掛け合いや叫びなんかもあったと思いますけれども、はい、収録どうでした？いやもう本当にその小西さんのその掛け、小西さんとちょっと掛け合いをね、いろいろさせてもらったりとかして、そう、ね、いやもうなんて言うんでしょうね、あのこちらがこうこれぐらい来たらそこを上越えていこうっていうのをもうすでに小西さんはやっていらっしゃってもうあの言い合い合戦みたいなところがあるんですけど、僕はあそこやっててすごい楽しかったです。いや、だし、あとあの、はい、叫びのなんて言うんでしょうね、うん、種類ってその鬼滅の刃ってそれぞれあるじゃないですか。炭治郎のその叫びの熱量だったりとか、猪之助の熱量だったりとかね、あの煉獄さんだったりとかってあると思うんですけど、宇髄さんのね、小西さん演じる宇髄さんのね、その熱量がね、善逸に近いものを感じるんですよね。だからなんかこうやっててなんていうのかな、すごい僕の中では勝手にあインシンクロ具合みたいな感じで、はい、やらせてもらいましたね。あ、確かにそうかもしれない。大変だけど楽しかったですね。方向性が一緒だからどんどん上がっていくんですよね。そうそう、うん、どっちもちょっとおかしな顔になっていく。下野くんがね、最初から上げすぎなんですよ。だってあれできたらもっと上行かなきゃいけないじゃない。確かに下野さん、なんか絶対返せねえだろうっていう感じがきますよね。最初からそう、はい、最初からね120ぐらいでやるんで、下野くん、いや、やっぱそれぐらいの気合を入れてやっぱ行かなきゃな、第2期もってやっぱ思うから。そしたら小西さんが綺麗にそれを打ち返してくるから、やばい、これは負けてられないってやっぱ思うじゃないですか。でも最終的に自分の首絞めてる。そうなんですよね。でも本当にまあそうやってこう高め合ってね、そのまあ収録、進んでいるところではありますけれども、まあ、そのね放送に向けてということで言えば、このまあ映像の制作も今順次進んでおりまして、今日は皆様の横のトークももちろんではありますが、よりねこう皆様に期待いただけたらということで、本日このイベントに向けてですね、UFO テーブルさんから、制作進行中の遊郭編の本編映像のちょっと一部をですね、ちょっと今日新企画ご用意をいただきました。ただまあまだね制作中の映像ですので音がない、うん、あえてねそのまさに今作ってるそのままを、お持ちを、させていただきましたので、はい、ご覧をいただきながらですね、その映像にかぶせてぜひねちょっと皆様の感想も、はい、リアクションなども伺っていけたらと思いますので、ぜひね皆さんで一緒にその、映像をご覧いただきましょう。どうぞ。もう見ながら今ここあれなんですね。ぜひぜひ。ああ、テイク4。ああ、あ、炭治郎がお腹押さえてる。お腹押さえてる、ね、お腹押さえてる。トイレかしら。どこ行くんだろう。あ、次だもう。あ、次。お、気づきましたね、なんかね。おお、え、こんなままに出てくるの？何に気づいたの？あー、キヨちゃん、キヨちゃん、あー、かわいいね、あ、スミちゃんね、かわいい、泣いてる、うん、そして花粉がな、今めっちゃきついんだよ、花粉がな。やってくれるんだ。あれ、これだけセリフある？そういうことなの？ここだけセリフある？そういうことなの？あ、音が出ないってどういうことなんだよ。もう早く、みんな見たいと思ってるんだよ。いい加減に見せてくれよ。意外と長かった。上手上手。ありがとうございます。特に、はい、これが今もうまさに制作中で、まさに出来上がったばかりの映像っていう、ね、こう冒頭にあるのはまさにこう制作的なちょっと管理をするためのね、うん、ちょっと画像なんかもあるところではありますが、やっぱりねこうやって見ていただくと本当にまあこれまでのね、その積み重ねたものももちろんですけれども、まあさらにね、この UFO テーブルさん、今皆様こうはね鋭意制作をしておりますので、うん、ぜひねその放送まあご期待いただけたら嬉しいなというふうに思っておりますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、